料理って楽しい。今回なんですけども、みんな大好き親子丼をちょっと違った角度からアレンジした究極の親子丼のご紹介です。それでは行ってみましょう。材料は普通の親子丼とそんなに変わりません。まずは玉ねぎのカットです。玉ねぎを炒めていきます。玉ねぎは食感を残しつつ焦げ目を少しつけるような感じで炒めていきます。焼き目がついてきたら次は出汁と材料を加えていきます。玉ねぎの食感を残したいので沸いたら止めるようにします。次は鶏肉の処理です。余分な筋や脂を取り除き、筋を切ってあげて厚さが均一になるように切っていきます。厚さが均一になることで同じように火が入って最適な火入れができるようになります。その鶏肉に塩をしてフライパンで焼いていきます。ここが一つ目のポイントです。鶏肉の皮はとにかくバリッと焼いた方が美味しいですよね。イメージとしては鶏肉の皮の方から8か7で、身の方から2か3焼くような感じですね。でほとんどをこの皮の方から火を通す感じで焼いていきます。今回は究極の親子丼ということですので、鶏の良さを最大限に生かすために皮をしっかり焼いてカツの皮を残していきます。この残った油と汁は旨味がたっぷり詰まってますので玉ねぎの方に移しておいてください。あまり油が多い時には油はちょっと捨ててください。はい、それでは今回の料理の肝となるザバイオーネの作り方です。ザバイオーネは卵黄と出汁と酒ですねを混ぜ合わせて湯煎にかけて火を入れていきます。今回は耐熱ガラスで火を入れていきました。そちらの方がゆっくり火が入っていきますのでやりやすいかと思います。で、火の入れ方としてはずっと混ぜ続けて固まらないようにですねしていく感じになります。最初はサラサラだったのが少しずつもったりとしたような感じになってきます。余熱で入りすぎるので少しずつ少しずつ火を入れていくのがポイントになります。一度入りすぎるとそれを戻すのはできないので、そこに行き過ぎないように行き過ぎないように注意しながらやってみてください。先ほど焼いた鶏肉を玉ねぎの鍋に入れて火にかけていきます。沸いたら止めて OK です。鶏肉のパリッとした皮はそのまま残すようにしておいてください。それでは盛り付けです。鶏肉を中央に盛り、玉ねぎを散らして汁をご飯に含ませてください。その上からザバイオーネソースをかけていきます。ザバイオーネソースはたっぷりかけて大丈夫です。この時に濃度があまりないとちゃんとした、ソースになってませんので、もう少し湯煎にかけてみてください。ザバイオネソースを盛り終わったらそれを表面をバーナーで焼いていきます。バーナーが弱いのしかなかったのであまり焦げ目ついてないですけど、もっと強いのがある場合はバーってつけて大丈夫です。そちらの方が見栄えも良くなりますのでいいかと思います。最後に三つ葉を添えてオリーブオイルをかけたら完成です。濃度のあるザバイオーネソースがご飯に絡んでもうやみつきになる美味しさです。鶏肉もバリッとしてめちゃくちゃ美味しいです。卵の火入れだけ失敗しなかったら間違いないかと思いますので、一度チャレンジしてみてはいかがですか。今回の動画いかがだったでしょうか。チャンネル登録よろしくお願いいたします。